おいすずきのりです。今回は亡者の波止場ヘルダンジョンの攻略です。こちらの攻略を4点に分けて共有します。ヘルダンジョンはボス討伐の際ギミックの理解が求められる高難度ダンジョンです。ノーマルで推奨戦闘力が35000とめちゃくちゃ高く難しいですが、報酬は騎馬弾武器や冬の兜が普通にドロップするなど豪華なのでやりがいしかありません。編成はタンク1、ヒーラー1、アタッカー2、もしくはタンク1、アタッカー3の形が良いです。クリア戦闘力の目安ですが、ノーマルクリアでも体感33000は欲しいです。ロキダンジョンに比べると推奨戦闘力よりも低い戦闘力でクリアするのは絶対食らう火ダメージが多い関係上辛いです。ターゲットの持ち方なんですが、モンスターのヘイト範囲に最初に侵入した人に向きます。なのでアタッカーやヒーラーはタンクより前に出ないことを意識してターゲを取ったのを見てから殴るようにしましょう。でタンクなんですが、約15秒に1回敵対地のスキルを使っていればターゲットを奪われることないので、これを意識してください。続いて中ボス処理のやり方。引っ張る時なんですが、右側に体を寄せてじりじりと近づいて1匹取るみたいなね流れになるんですが、バフスキルを使うとヘイトが向きやすいという小技があります。最後にヘルでの戦い方、これはヘルを中心とした円形範囲攻撃を避けることのみ全集中でお願いします。食らってしまうと大量にモブが湧き全滅の危機に陥ります。最速処理することでなお逃れますが、事故の原因になるので避けてください。推奨戦闘力より低い状態でタンクをする場合はヘルから逃げ回りながらターゲットを持つ必要が出てきます。ということで最後に実戦形式で見ていきましょう。今回構成はタンク1、アタッカー3です。回復がポーション依存なのでなるべく被弾しないようにというのがポイントになります。まず最初タンクがターゲットを取って被弾しないようにこうやって離れてね、ターゲット取りつつ離れて被弾を抑える、このムーブをしていきます。でこの時遠距離から、狙うとタンクの被ダメージを抑えることができるので、アタッカーヒーラーはちょっと意識してもいいかもしれないです。で次、近距離2の遠距離来たので遠距離に対して気絶を入れる。そして遠距離のモブ、タゲ連れてしまったのでアタッカー側にこいつに敵対地のスキル使って奪っております。はい、これで遠距離モブ処理したと。で続いて近距離モブいるのでこれを取る。でターゲットを取るとき、まあ簡単なんですけど使用理解するとこんな感じでタンク先に行きますと。でオレンジ色の光が出たらあなたがターゲットを取りましたよっていう合図になるので、あれを見たら取れたと。で奥側に今遠距離の近距離か近距離モブいるので、こいつも敵対地のスキル取って逃げる。アタッカーに任せちゃっていいんでね、はい、こうやってください。で続いて2体います。近距離2体、こいつをまあターゲットって逃げる感じで、このモブを処理するとですね奥側に3体、モブが湧くので、これを2人で引っ張って敵対地取る。そして後ろのでかいやつ、これが結構痛いのでこれの敵対地もしっかり取ってあげます。はい、これ処理完璧ですね。 OKOK。 で次が中ボスのところになるので、中ボスで使うスキルっていうのは、まあこの近距離フェーズ、まあ近距離のモブとかを倒す時のフェーズは使わないようにしときましょう。でここで右側じりじりと体寄せてタゲ取るんですけども、アタッカーの人が左側のボスタゲ取っちゃいましたね。こうなったらリセットしましょう。門の外までボスが行くとターゲットが切れます。ガングラティも門の外まで行ったらターゲットが切れます。これでターゲット切ることができるので、もしこうなっちゃった場合は落ち着いて対処してください。で、このボスタゲを取るときなんですけども、まず右側から取ります。そしてバフスキルを使うとこれ取りやすいんですよ。こういう仕様なんですね、オーディン。なのでバフスキル使ってくださいシールドでも回復でも何でもいいです。使うと取れます。でガングロとこのこいつめちゃくちゃ痛くて、後半になってくるとバフモーションっぽいモーションあるんですよ。どうするかな。あ、これ入ったらこれ2連続でねやることがめちゃくちゃ多いので、このタイミングはもうシールドとか使わずにもうぶん殴りまくってください、必死でね。でこうやって痛いってなるんですけども倒せると。でワンチャン出てきたらボス倒せばワンチャン消えるので無視しても大丈夫です。まあ、状況見てください。でガングラティはターゲット
おります。でガングラティ近接なので近づかなきゃ攻撃食らえません。でロードナイトの場合はシールドブロー、バーサーカーの場合はチェーンアンカーかもう一つのスキルの敵対値、まあ15秒に1回ぐらいヘイトスキル打ってればアタッカーにヘイトが向くことほぼないです。戦闘力差がよほどアタッカーが強くない限りは大丈夫だと思います。それで向かないのでこれを意識してヘイトスキル打って逃げる打って逃げる、これ意識してください。でガングラティ、まあ、今回はないんですけども遠距離範囲スキル、遠距離じゃねえや、自分を中心とした円形の範囲スキルですね、あるのでそれめちゃくちゃ痛いんですけども、まあ、3万3000ぐらい戦闘力あればアタッカーヒーラーも全員多分一発は耐えることできると思うんで、体力マックスにしているという状態は作っておくと事故ないかなと思います。でここのモブとかもまあね普通に食らうとめちゃくちゃ痛いんでしっかり被弾を抑えるような動きしつつやるといいですね。でこの次モブ、3体とあとデカモブいるですよ、デカザコね、あのデカザコめちゃくちゃ痛いんですよ、めちゃくちゃ痛いんで気をつけてください、本当に気をつけましょう。でこのデカザコ結構手前側にするとこうやって戻るんですけども、まあ、戻ってから回復するのも結構時間的には遅いんで、まあまあこういうやり方もいいんじゃないかなと思います。でこれ倒すと、で次またモブ4体いますね。ザコのターゲットがアタッカーヒーラーに向くと事故の原因に本当になりかねない、まあみんな気をつけてほしいんですけども、アタッカーヒーラーも向いちゃった場合は、まあ、タンクがなるべく取ったりとか、あとアタッカーが無敵技使ったりとかというね、道中も完全オートじゃなくて意識を向けながら処理していかないとかなりきついダンジョンになってくると思います。ここも引っ張るだけ引っ張って、攻撃食らわないようにしてますね。ただ遠距離がチクチクしてくるのこれはしゃあない。で戻っちゃう時もあるんですけども、まあ本当に安全にクリアすることの方が大事です。知らないように知らないように。でここ次がヘルですね、来るんですけども、この時ねムービー今飛ばしてない理由があります。体力を回復しきれず入ってしまった場合、このムービー中も裏でポーションで回復しているので、こう長く長くムービーを取っていれば体力回復してます。小技ですね、タンクの方やってくださいやばい時はね。でこれでまずヘイトスキルまず1回使いました。1回使って逃げたいんですけども、このね奥側ヘルがもともといた場所の方は逃げる範囲がかなり狭いので、こっち側ですね、今意識して手前側の方に釣ろうとしてます。これをねやると逃げやすいので、まあ、タンクが場所作ってもいいし、アタッカーも意識して真ん中側で殴るといいですね。でこれ今突進攻撃あったので対処して必ず飛んできます。これは気をつけてください、距離を取る。そしてこの位置、この位置は殴りやすい、ヘイトスキル使う、で突進攻撃来る、この後に対処しての転倒が来るのでこれはシールドを使っていると。まあ、転倒の確率ちょっと低いんですかね、転倒する時もあるのでかなり気をつけてください。逃げる逃げる逃げる、でシールドブロー、これです。この円形範囲、ヘルを中心とした円形範囲絶対避けなきゃいけません。あれ避けないとモブ大量に湧いて事故ります。ロードナイトの場合は、まあ、シールドブローですね、これをクールタイムごとに打ってれば大丈夫。そしてヘルの体力 4.5 切ったところで凶暴化入りました。ここからは本当にダメージ上がるので気をつけましょう。めちゃ痛いですよね、めちゃくちゃ痛い。はい、突進攻撃来た、これはシールド対象指定の戦闘が飛んでくるので一旦しました。痛いめちゃめちゃ痛い。でこれアタッカー側が今右側寄って殴ってるんですけど、なできればほんと左側で殴った方がいいです。マジでタンクが被弾しちゃうんで右側で殴るようにするといいですね。まあ、タンクもできればこっち側に寄せるような意識を持つといいと思います。
で、シールドブロー。ここで範囲攻撃。するのは、ユケット。まあでも分かりやすいですね。こう乗り物乗って、降りたタイミングが、ヘイトスキル使うタイミング。そして、そのタイミングに範囲攻撃来やすい。これを意識してれば、かなり事故を防ぐことができると思います。で今のような形で、ヘイトのスキル、使わないでおくとアタッカーに向いてしまうので、これは本当気をつけなきゃいけません。体力残り少し、もう焦らず油断せずいきましょう。最後のタイミングでモブ召喚されてもたまんないですからね。はい、これでクリアー、いけました。パチパチパチ、星はゴミ。こういうこともあります。ということで今回は亡者の波止場ヘルダンジョンの攻略となりました。このチャンネルでは引き続きオーディンの攻略配信を行っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またコメントすべて目通していますので、ぜひ残していってください。お願いします。それでは次回の動画配信でお会いしましょう。またねー。